っちゃうといいか。飯食う。食べましょう。スーツ着てもいいね。懐かしい。懐かしい。芝又。この感じマジ好きよ。いいよ。この雰囲気ね。めっちゃいいよ。いいですね。やっぱ平日は。いいですね。いいですね。いいですね。こんにちは。行く？はい、行く。行こうか。3人です。はい。3人さんもお願いします。こんにちは、3人さんです。はい、行きます。あ、着きますよ。すいません。片手で。いや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 、もうそんな、ありがとうございます、ありがとうございます。すいません。そっちもお願いします。よし、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 よし。染みますね。いいですね。あ、ありがとうございます。さあ、ビール考えた人すごいよな。ビール考えた人すごい。いや、どうもこれ、ね、美味しそう。いいんだよ。塩分チャージやね。うん、最高。ちょっと危ないよ、それ。仕草が危ない。危ない。仕草が危ない。人は見かけによらないから大丈夫だ。うわ、うまっ。エビでかっ、ね。すいません。うん、あの歯医者のさ、コップ置いたら水出てくるやつみたいな。あ、あれね。どんどんビール入る。どんどん入っちゃう。飲ませんなよ。うん、ね、いいっすよね。いいね。来ましたよ。1年前やで。1年前だよ。君に知っとった俺。あ、知ってたな。体の中からとか言ってだから出むせたし。浴びるだけ浴びるか。浴びよう。俺かっこつかった。買わないで浴びる。すごい。すごいよ。もっとちょうだい、もっとちょうだい。カメラに載せてる。確かに。いい映像撮れますよ。よろしくお願いいたします。長いね。長いね。長いね。すげえな。よくありますよ、本当に。じゃあ100円で。去年結構良かったよね。本当、去年中吉かなんかよね、確か。去年は、そうだ、小吉か、小吉か、小吉か、今日です。やばいよ、3年、3つ今日出た、やばい。はい、今日今日3兄弟、今日、今日。あ、結構今日多いんでしたか、ここ。多くないよ。あ、そうなんですか。見してよ、見してよ、見してよ。ツーシーム、おお、ツーシーム握りでいきましたよ。どうだろうな、これ。まあ、去年今日だったんでね。確かに2年連続はちょっとないから。吉でございます。吉、よかった。吉で今日来て吉って来たらさ、そりゃもう、うん、だからそういうことですよ。直樹が担当するのは会社の全てですから。そうだ、全部。頼むよ。ないんだよ、全部。すぐプレッシャーで行くんだから。焼いてるとき、今日。そうでしょ。だからこれ、あ、もうこれだ。
これ、うん、これだ。おめでとう。ありがとう。え、むいた？いや、あの普通にピュって出る。もうそっから今日だろ。ちょちょ、大吉すぎてさ、分厚いんだこれが。長いの大吉って。長い。知らなかった。知らなかった。知らなかった。聞いたことないから分かんなかった。知らない？やっぱり。送るよ。スイキチ。いや、まあまあということで、まあまあです。スイキチは悪くはないですから。願望は願望末に叶う。バイバイ控えめにせばよろし。その他はすべて末によろし。結局いいんだよ。二人も読んでよ。願望叶わず。もうやめよう、もうやめよう、もう読むのやめよう。私一番いいですか。そうだよ、原さんが一番いいから。そうだよ、読んでみ。願望叶う。おお、バイバイにあるべし。おお、よろずよし。全部いいやん。全部いいです。これは吉ですから。いいですね。いいですね。いいですね。それ吉ですから。いいですね。末吉だけに末永くよろしくお願いします。はい、以上です。締めをお願いします。締め酔った勢いで。酔ってねえよ。今年1年最高の年にしましょう。サンキュー。追うな追うな。ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が 45,000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたご会いしましょう。